はい、どうもお疲れ様です。またまたね、たらしくん登場、はい、お疲れ様です。いや、昨日も撮ったんですけど、昨日も、はい、まあちょっと続けて、続けて続編ということで、ちょっとあのね、やっぱね、思い出話が尽きないんですよ、うん、さっきもいろいろ2人でちょっと喋ってて、まあ出てくる出てくる出てくる、ね、ほんで、なんか変なアンチみたいなのが、昔話いいから今を語れよとか言って、ああ、来ましたね、なんかコメントとか来ましたけど、タイトルに昔の思い出を語るって書いてるんだから、そう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 、バカじゃないの、お前、クソアンチは。ああ、ちゃんと説明してんだ、説明、昔の思い出を語るって書いてるんだから、語ってしょ、当たり前だろ、あ何が今を語るだよ、なめんなお前、これささやこのやごめんね、ささやそうそう、だからそんな感じで、もうキリがないからやっぱり、そうそうそう、思い出したな、本当に、ね、本当っすよ、あちこちいろいろ言って、うん、まあまあ、でも俺でもな、まあ、やっぱパッとこう、思い浮かぶな、やっぱりあのなひどく覚えてるか分かんないですけど、ちょっと、はい、東村山の、はい、夜、久米も行った時に、はいはいはい、ああ、久米川ボウリング、はい、久米川にボウリング場があるんですよね、はい、あの夜中前やってる、あの時も結構人数いたからな、あの時多分10人ぐらいいましたよね、そうそう、俺と田橋君2人ですよね、あの時、そう、2人で行って、俺田橋君2人で久米坊行って、あれで10人ぐらいいましたよね、そう、10人ぐらいいた、それ以上いたかもしれない、うん、いたかもしれない、なんか体感的にはすんげえいたように、で、絡まれてやべえかなと思ったんですよね、俺は2人だから、だけど話し合いで向こうの頭のやつと、こう怠慢、俺がちょっと怠慢張るっていう、怠慢に持ち込んでて、そう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 、で、みんなの前で、ね、俺とそいつで相手の頭と怠慢張って、で、まあ俺がぶっ飛ばし勝ったんですけどそう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 、危なかったですよね、あ、そうそう、あの時だ、本当に、ね、ヒロ君なきゃ終わってたんで、あの時に10対2だったらさすがにやられるじゃん、はい、やられるしなんとかあの時向こうも勢いやったし、そう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 、なんとか向こうが怠慢で乗ってきてくれたから、逆になんか、そう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 、俺よしと思いましたこう話し合いした時に、いやこのままじゃやばいから、なんとかなんとか怠慢に持ち込もうと思って、でいいとこ買っちゃったけど怠慢張ってたから、いやあの時そうっすね、覚えてますよ、すげえ人数いたなっていう、ああいう話とかも、もう俺も結構いろいろ、まあいろいろ衝撃とかも言ってるけど、やっぱ、はいはい、たまに思い出して、懐かしいですよね。そう、ヒロ君と会ってから、ああいう話だったなみたいな、そう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 、あの時ああだったなみたいな。そうそうそう。もう本当好きないよな。好きないですね。あとあれ覚えてます？あの時単車かな？二人で単車で。あそこの第六店の、ああの船長に追われた、あのゲームセンターのところ、今はなき虎のゲームセンター、ズーでしたっけ、ズーとかいう、あのこっちも地元のでかい当時あったゲーセンがあるんですよ、でかい交差点のね、あそこで単車乗ってて2人で、そして後ろから船長に黒塗りのね、すんげえ追っかけ回されて、でこっちもまだガキだからね、そうそうそう、やべえなと思ったらもう結局捕まってその時斜めにゴーンと止めてきましたもんね、そうそうそう、斜めにギャーッと入ってきて止めざるを得なくてで、てめえらどこで走ってんだよみたいな、で、ね、でもあっち一人だったからあれと思っていけんじゃねえとか勝手に思ったね、逆にやっちゃうかと思ってそうそうそう、で、ガタイも広かったし、そう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 、何気にで追われてる時は誰か分かんないからビビったけどそうそうそう、出てきたら意外に別にでもつってなかったし、そうそうそう、で、田橋君と2人でこれいけんじゃねえんじゃなくて、あの時もう2人でねバッチバチバッチバチ返り討ちにしてやってじゃあすいませんぐらいで言っちゃって、そう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 、なんか19歳とか言ってましたよね、俺ら確か16、17なんで、ね、そう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 、確か2、3校やったんですよ、うん、そう、あの時2人であの勢いがあったのに絡んできた時はそう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 降りてきたらあれいけんじゃねえみたいな何これ吸っちゃうじゃんみたいな、そう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 バッチバチやりましたね本当だ、そういうねこうちょっとした話もねすんげえ多いんですよ、語るとキリがない、キリがない、うん、何個こうあるかわからないそう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 
大体絡まれてぶっ飛ばされたりとかもあったけど、結構そういう系で、うん、やられてばっかじゃないですからね、うん、ちゃんとやったエピソードもあるから、あとひどく荒れてっかな、はい、俺が昔プレス乗ってて、はいはい、あ、乗ってましたね、でなんか神奈川、うん、あの湘南海行った時、うん、あそれ P のやつじゃないですかあれ、俺があれはちょっとやりすぎやってくるぐらいのガッツリいっちゃっても俺が刺したやつですよね、うん、あれもうビビっちゃって俺も、そうそう、ただし君がプレジ乗ってて免許取り立てらへんすからね、そうそう、18でちゃうな、そうですよね、で海、神奈川の方に海行って遊び行ったら向こうのやつに絡まれたんですよね、そうそうそう、10人ぐらい歩いて、そうそう、それも、あ、それも10人ぐらいいて、なんか多元ナンバーだったからあれですよね、そうそう、多分どこなんでなんかお前がなんだよみたいな、そうそうそう、なんかちょっかい出してきて頭したから、俺ももう当時もイケイケで頭ぶっ飛んでたからとりあえず一人ぶっ刺していきなりもうこっちから逆に奇襲みたいな感じで相手が持ったの奪い取ってもう刺しちゃって、そうそうそう、そしたらもうみんなブルってバーッて散らばっちゃって、ね、血がすごくてもうみんな治めちゃって、そう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 でもあれっすよね、あのそいつらあれあれあそいつらは違うか、それだって別か、またいっぱい言いすぎた、そうそう、またエピソードがいっぱいこうありすぎて、そうそう、あの時やばかったっすよね、本当に思いっきりぶっ刺して血がすごかったもん、あ、どうぞ、すごかったもんな、もう俺も震えちゃったもんあいつ死ぬんじゃないかぐらい、そうそうそう俺も頭きちゃったからふざけんなよっつって太ももは結構もうやばいぐらいだもん、そうそうそう、思いっきりあのもうもう絵のとこまで思いっきりぶっ刺したぐらいですから、本当あれおっかないまで思い出す、本当っすよね、そう、誰が誰だかもうみんな大体絡まれるんだら大体胸出してくるからみんな、そうそうそう、いやでも仲良くなったやつもいますよね、喧嘩して、あ、その後に、うん、そう、まあでもあんまつるまないで、まあ結局あれですよね、ちょこちょこっとあって、そうそうそう、結局ね、あれ三玉とかでも喧嘩したじゃないですか、そうそうそう、そう、なんか三玉でもなんかその時も忠君と一緒にいて、なんかその辺の三玉の方のやつだと喧嘩になって、まあその時もバチバチにぶっ飛ばしたんだけど、でもね、仲良くなって、結局、はい、仲良くなって一時つるんだんですよね、つるんで、またまあ今なんかも何やってるかあいつらも分かんないですけど、うん、何やってるんですかね、まあもうみんな落ち着いてるんでしょうけど、はい、懐かしいな、結局そんなのキリ何個出すのはもういろいろ話があった、そうそうそう、もうキリがない、はい、こう話してる最中に俺今だってまた一個思い出してますもんあれもあるわみたいなそうそうそう、だからこんな感じで、はい、やっぱもう付き合い長いから相当、あと元気とかとも一緒に喧嘩しましたよ、ね、あ、元気と、うん、一緒にしてそうそうそう、元気とね、俺の仲間がいるんですけど、親友がいるのかな、うん、一番多分幼馴染で、そうそう、はい、あの小学校1年生からの仲間で、元気もこれ見てっかな、見てたらちょっとなんか会いたいな、元気元気も喧嘩強いですからね、元気も強いですよ、はい、うん、そうそうそう、喧嘩大好きなんで、元気も喧嘩、そうだ、ね、そうだ、元気とも結構喧嘩したもんな、一緒にな、あと俺の代だと講座で有名なのやっぱ小林とか、ああ、もう名前聞いてポッカっても、うん、分かるからやっぱり地元だと、ね、うん、小林なんか多分小林って大好きですか、大好きです、あ、あのなんかさっき聞いたら実は正しく小林がカツアゲしたんだけど昔俺それ知らなかったですよ俺そしたら王が出てきたみたいな、その先輩がね一個上のいますよね、そうそうそう、奥井っているんだけど、あ、有名ですもんね、奥井は有名だね、うん、そうそうそう、俺奥井とでも仲いいからな、うん、今はね奥井も多分地方で頑張ってるんですけど、あ、そうなんですか、そうそうそう、全然なんかもう会ってなくて、まあちょっといろいろ事情あって、はい、まあ、地元飛んで、はい、あ、そうなんですか、そうなんですよ、地方でなんか土方かなんかやってるらしいですよ、あ、もう普通の職人、そうですそうです、あ、じゃあ悪さしてないで真面目に、うん、あいつでもともと真面目ですもんね、そうですね、うん、で喧嘩強いですよね、喧嘩、そう、喧嘩は俺のその一個への
床座で多分一番強いかな、うん、そうそう、あと健太郎とかね、いましたよね、富士中、佐藤、佐藤健太郎、はい、うん、なんか入ってましたよね、どっか都内のチームかなんか入ってました、入ってました、はい、あ、あいつあれですよ、ゲルドですよ、そうですよね、ゲルド、うん、そうそうそう、でも俺、健太郎と喧嘩したことあるんだよな、ダイエルの、あの、7階のあの所沢のそうです今は亡き今は亡きそう今何になってるんですかあそこあそこ何なんですかね多分今あのいや今もう大英じゃないじゃないですか、はい、なんでだっけなトコトコスクエアって言うんだっけ なんかそんな感じのなんか、ね、変な名前建物はあるんですか建物はあって中身はもう全然違うんですよあのマックもまだあるんですかあったっけななんかありましたよね向かいにマックあの向かいに入り口に、うんちょっと忘れましたけど多分あったかもしれないですね、うん、今所沢もだって駅すごいすごいですよね開発されてるはいだってあの東西駅の駅から、はい、ロータリーでかい交差点ロータリーがあるじゃないですか、はいはい、あそこにでっかいのできたじゃないですかマンションわかりますああ、はい、あれだって俺2年前工事入ってましたよ俺あそうなんですか職人であ、はい、あんなでかいとこですかそうそうそう防水屋で、はい、あの現場俺入ってたんですよ、うん、あじゃあもろ近いしいいかなっていうそうそうそう地元そうなんです超現場近いから通うにはいいっすよねそうです、すげえだから超楽でした、はいうん、そんな感じでねまあまたちょっといろんな話が尽きないんで、はい、またどんどんちょっとコラボして、はい、一緒にねまたいろいろ、はい話していくんで秋の後西山さんも見てくれたんですよあ、はい、ね、よかったです、ね、あ西山さんありがとうございます、うん、本当にね、また再会できたらいいですよねそう、再会したらちょっとあの楽しく話し合うんで、うんうん、いいじゃないですか、はい、そんな感じでじゃあ、今日はまたこれで終わります、はい、じゃあ皆さんまたね、概要欄に貼っとくんであ、すいません、ありがとうございます正しくのチャンネル、はい、皆さん登録よろしくお願いします、はい、はい、それではありがとうございましたありがとうございます